いやいや、そばのさ、来るときにちょっとだけつけるみたいなんじゃん。普段はさ、本当にモーテルみたいな。サモリでしょ。お前なんかの、あ、あれだ、バーベキューで永遠に言ってたよ。そういうことつける。そばのタレに、タレ2か、麺を3割。そばは3割。あ、確かに全部入れちゃうとね。3割ってかもう 2.5 割ぐらいの片足こうつくぐらいのスプールで言うとね。それがもう一番もう、そばのこう、はいはいはい、ダイブしないんでしょ。ダイブしない。あと音を立てて食うと、もうほんと空気と一緒にこのそば粉の香りがファッと入る。あー、日本人だね。全部つけた方がうめえからって俺思っちゃった。それうちのじいちゃんの考え方だよ。お前んちは結構濃い味でしょ。さっきだし巻き卵、うん、俺濃い味好きな話したんだ。だからなんだ。俺お前んちの弁当クソうまかったもん。本当に頼んじゃった。俺んち薄味じゃん。あーなんかそんな感じ。そうそうそう、薄味だから。奥村の弁当色味がね、茶色じゃん。淡いの全部。絶対ゆで卵入ってる。ゆうたんちの飯はうまかった。カツ丼とかでできたら汚ねえよマジで。じゃあ俺の口がおこちゃまだからそうなっちゃうんだよ。いやでもあの高校生の時代でカツ丼弁当に入ったらテンション上がるよ。いいよね。俺弁当なかったし俺。俺そばの人だったもん。なんか一瞬なんかどういじっていいかもしれない。家庭の事情から。いつもお前頼んだもんね。パンチュパンチュパンチュ。チュなんでパンなんだよ。パンに特化してないよ。俺なんかあの焼きそばでしょ。焼きそばだよね。俺ね、あれだったんだよ。あのトーストに目玉焼き乗ったやつあったじゃん。あった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 。あれを1枚と紅茶カデルいつも飲む。あー、パンチ憧れてたな。もういないのパンチ。閉めるよーって。トイレ行って閉められちゃうみたいな。もう行っちゃったパンチ。パンチューパンチューてさ、最近あの辺通った。おい、通った通った。めっちゃ変わってない。だから俺らが入ってたところがもうなんかビルになってるよね、うん、あ、そうなんだ。今では見てないな。ちょっと行きたいんだよ。行きたいね。あのヤクザの家がある方。ああ、なるほどね、うん、ゴブリン。ゴブリン。何それゴブリン。課長でしょ。課長課長課長。普通課長課長、うん、懐かしい。ゴブリン。ゴブリンって俺呼んだよね。うん、だけどね。いたじゃん。なんかおかまかい。あ、なんかちょっとなんか演歌歌手みたいな顔して。大御所の演歌歌手。リーゼントみたいなやつでしょ。ああ、いたわ。いたよ、いたよ。ちょっとパンチっぽい。パンチっぽいや、そうそう。課長いたじゃん。全然わかんない。演歌歌手、演歌歌手、演歌歌手。マジで。お前の中の演歌歌手。普通課長先生で、あれ、あれ校長かなんかになりやがったのか。なりやがった。なりやがった。長くしてる。ブラックシャーツって大出さんってまだいいの。なんでさん付けなの。いや、あれはさん付けだろ。顔早いからさ、顔早いからさ、ほんとに。顔が早い。顔早かったよね、あれ。先生だろ。さん大出さん。大出さん。大出先生。大出さん。そんなね、遊びに行ってたもともとあれだよ、1年だよね。1年生の頃だよね。1年1年。そう、1年、俺ら1年だけだよね。そうだね。あ、そっか、ゆうたも違うのか。ここだっか、ずっと大出さん。なんかこう、久々に思い出話もいいね。そういえばしなかったよ。あんましないよね、思い出話ね。どんなやついたっけ。キャラ濃いやつ。フランケンでしょ。まあ、かっこいいね。DM でしょ。DM つけたら俺だからね。そうだね。匿名があるの。ST ST 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 森いや、バンド組んでたもんね。俺、編入してきて、まあ、バンド組んでたじゃん。だから、つるんでたでしょ、最初の方とは。最初の方とはつるんでたでしょ、ST と。あー、つるつるた。なんでこいつ ST って言うんだろうってずっと思ったの。なんでこいつだけローマ字なんだろう。かっこよすぎるよ。ユータは品川は ST だから。森健でしょ多分。森健だよね、うん。あいつがずっと全部で色つけたもん。小川にてがでしょ。そうそうそう、ST 王子。なんで。おーまで言えよ。おー言えよ、本当に。ST。ST とちょっとキャッチーになってきた。長尾さん、あの、坊主っていう靴下。坊主だと思って。坊主じゃなかった。
んの自己紹介。イラゴミとウダ。よく俺意外と覚えてんな。イラゴいたね。イラゴだ。ずっと言ってたんだよ。レイプ失敗した。レイプ失敗。それ誰だっけ。そのフレーズすごい覚えてる。こんな言いがかりだよ。一歩間違えない、いじめだよな。本当に言いがかりもいいとこ。失敗したらしいよって、もう責任ねえもん。なんか投げっぱなし。犬っていなかった。犬いた。何それ。犬先生、カワスミだっけ。カワスミかなんかの代わりだったよね。代わりだったっけ。カワスミ、あー、あのセカルスやつ。そう、アカペーよ、だからオーラの。アカペー覚えてねえの。犬だ、犬。覚えてない。え、俺いたわ、そんなに。犬だ、犬って言ったじゃん。全然覚えてない。検索してみ、犬。可愛いの出てくるわ。結構女子のスカートの丈とか、バンザイさんが犬って言ってたのを言ってたでしょ、あの人かな。なんかあの子たちもあだ名めっちゃつけてたからね。なんかあの辺があだ名で言ってるイメージはあるよ。犬、そういう感じ。そう、犬。先生ででしょ、全然わかんないわ。強烈な二文字だよね。先生だよ。